ヘンリー・フォード博物館は、ミシガン州メトロ、デトロイトエリアに属する、ディアボーンに位置する、エジソン学会が管理、運営するアメリカ合衆国最大級の博物館、複合施設で、アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されている。名前は、自動車産業で偉大な足跡を残し、この博物館を計画、建設したヘンリー・フォードに由来する。 4万9000平方メートルある屋内展示中心のヘンリー・フォード博物館には、フォード劇場のエイブラハム・リンカーンの椅子や、ジョン・ F ・ケネディの車などがある。入館直後の広間には、この建物の加えレシに出席したエジソンが使ったスコップが建てられている。また、広大な敷地を有するグリーンフィールド・ビレッジには、トーマス・エジソンの研究所、ライト兄弟の自転車やほか、 周囲をめぐる蒸気機関車、さらにはリバーシップなど開拓以降の歴史的建造物や乗り物が保存されている。ヘンリー・フォードは彼の博物館についてこう語った。エジソン・インスティチュートは大統領ハーバート・フーバーによって、フォードの長年の友人であるエジソンに対して1929年10月21日電球の発明50周年を祝って寄贈された。 260人が集まり祝福したエジソンインスティチュートはグリーンフィールドビレッジにある。ありがとうございます。